追跡ハイクとは、グループ単位で行う野外レクリエーションゲームの一つ。追跡ハイキングとも言うが、追跡ハイクの呼び名が広く知られている。先行者と追跡者に分かれ、先行者が残した手がかりを辿っていく、ゲーム化された知的なハイキングである。一般的に先行者は熟練した指導者が務める。追跡者が年少者なら、追跡理由に、 地域の伝説などの物語性を加味して実施すると効果的であるが年齢が上がっている場合は地域の文化遺産などを利用して知的探求心に訴えて行うことが肝要である。また追跡俳句はボーイスカウトの活動でよく行われている。参加者の年齢、人数により実施地を選定する必要がある。また自然の事物、地域の生活、歴史遺産など 注目する対象を何にするかによっても変わってくる。実施地が決まったら、事前に実地踏破をして、コースを決定していく。当日は、あらかじめ決めておいたコース上に、手がかりとなる目印をつけていく。この場合、追跡者が道に迷わないよう最新の注意を払う必要がある。また、ハイキングの途中で、目印が取られたり壊されたりしないよう工夫しなければ、ならない。 なお、追跡俳句終了後に、目印を必ず取り去るようにする。目印の大切さについては、登山で案内の矢印を勝手に消したり、書き換えたりすると遭難するというような例を交えて、伝えるのも一つの方法である。目印には、自然物を利用した目印、人工物を利用した目印、既存のものに書いた目印の3種類がある。 自然物を利用した目印から小石、木の枝、層、流木など人工物を利用した目印から、紙テープ、リボン、ビニールテープなど、既存のものに書いた目印棒で土の地面に直接、書く、石に、チョークで書くなど目印を単純に追っていくだけではなく、途中で課題を設定することにより、変化に富んだコース設定ができる。課題は、植物観察、史跡からの出題、 遊びを取り入れたものなど、あらゆることが可能である。また、カードを利用するなどで無人化することも考えられる。ありがとうございます。